ック地方競馬、地方競馬探検隊。クリック地方競馬、秋田夏子です。今年で4回目を迎えた南関東と高知の騎手の腕比べ、浦和船橋大井川崎高知ジョッキーズ競争、略して UFO 経験ジョッキーズが17日に行われました。今年の優勝者は高知リーディング2位の長森太一騎手でしたね。この競争は同期である赤岡騎手と今野騎手との縁で始まったそうで、総合1位から5位の騎手賞は高知市内の養護施設に寄付されたそうです。このような地区を超えたジョッキー同士の交流により、全国の競馬ファンがさらに増えていくといいですよね。さあ、それではこのコーナーから参りましょう。クリック、先週の重賞ウィナー。まずは重賞レースの勝ち馬一覧をご覧ください。先週は5つの重賞が行われました。まずはこちらのレースから見てみましょう。14日水曜日、大井競馬場では全日本2歳優駿トライアルの敗成功記念が行われました。9番人気の福平、地元大井のソルテが中段追走から直線半ばで抜け出して、最後は3馬身差の快勝。これで通算4戦2勝、重賞は初挑戦で初勝利となりました。先頭の6番デリーブライトを一気に捉えて抜け出しました。勝ったのは7番ソルテです。金子雅彦騎手、混戦ムードが漂っていましたが、終わってみるとソルテの圧勝でしたね。寺田調教師の話によると、ソルテは獣医さんが驚くほど心臓の強い馬なんだそうです。ですので距離が伸びても良さそうですし、来年のクラシックに向けて大事に育てていきたいとレース後にコメントされていました。次走は未定とのことですが、早くも来年春に向けて楽しみな馬が出現しましたね。続いては14日水曜日に名古屋競馬場で行われた南関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州地区交流の東海菊花賞。後方を追走した2番人気笠松のマリオフェニックスが2周目の4コーナー付近で先頭に立っての押し切り勝ち。これで通算47戦19勝、重賞は1年半ぶり14勝目となりました。第10レース53回東海菊花賞を制しましたのは5番笠松マルヨフェニックスと小島トール騎士になりました。笠松の大将マルヨフェニックス、さすがの強さでした。昨年3月の6甲半以来の重賞制覇ではありましたが、この間にも常に重賞では上位の成績、存在感を示していました。まだまだ古豪健在というレースを見せてくれたマリオフェニックス。暮れの地元の大一番、東海ゴールドカップで8歳最後のレースを勝利で飾れるのか注目です。次は15日木曜日に紋別競馬場で行われた同栄記念。服部隆文騎手騎乗、3番人気のモエレビクトリーが好スタートから先頭に立つと、最後は栄新七つ星の追撃を振り切って優勝。これで通算33戦11勝、重賞初勝利を挙げ北海道競馬の頂点に立ちました。拳を握った服部隆文、栄新七つ星2番手、モエレビクトリー逃げ切り勝ち。2012年の北海道競馬を締めくくる一戦、今年の北海道の中長距離重賞の勝ち馬が6頭揃い、好メンバーでの争いとなりました。そんな実力馬たち相手に最後まで先頭を譲らなかったのがモエレビクトリーでした。もともと北海道デビューでしたが、3歳から JRA に所属し、芝でも堅実な成績を残していました。そして今年9月に再転入、連勝の勢いで見事同栄チャンピオンになりましたね。この後冬の期間は他地区の重賞に挑むのか、動向が気になるところです。17日土曜日、高知競馬場では新設の3歳戦土佐秋月賞が行われました。2番人気のケイズイーグルが後位追走から3コーナー付近で先頭に立って1着。
これで高知へ移籍後7戦6勝2着1回、重賞は2度目の挑戦で初勝利となりました。2番手1番雪のベアハート、3番手が7番広上姫、9番のケーズイーグルです。高知2冠馬のドンスキマー、黒潮菊花賞を制した広上姫が揃って出走。マイル戦に代わってどんなレースになるのか注目の新設重賞となりました。そして勝ったのは重賞初制覇を飾ったケイズイーグル。黒潮菊花賞では広上姫との壮絶なマッチレースの末、頭差で敗れていたんですよね。1ヶ月後の再戦でリベンジを果たしましたね。この勝負強さを今後の小馬重賞でも見せてほしいです。なお前回の地方競馬トピックスの中でレース名土佐秋月賞を土佐秋月賞とお伝えしてしまいました。ファンの皆様および関係者の皆様へご迷惑をおかけいたしましたので、この場を借りてお詫びいたします。それでは最後はこちらのレースです。18日日曜日、水沢競馬場では JRA 皐月賞のステップ競争への代表馬選定競争、地方全国交流の南部駒賞が行われました。2番手を追走した5番人気北海道のオグリタイムが 3,4 コーナー中間付近で抜け出して1着。これで通算9戦5勝、重賞は3度目の挑戦で初勝利となりました。2番手ミータロー、3番手には2番のコスモアックス、あとは天勝リバイブ、ロックハンドパワースーパートレンディと入選。過去5年は続けて地元岩手勢が優勝していましたが、今年は北海道勢が3着までを独占という結果になりましたね。勝ったオグリタイムは直線3馬身突き放す強い競馬でした。このオグリタイムはデビュー3戦目から破竹の4連勝を挙げており、これまで重賞では結果が出ていなかったものの、今回重賞初制覇、やはり地力がありましたね。前走の船橋の平和賞では初めての左回りが影響してか11着に敗れましたが、全日本2歳優駿ではこの経験も生きてくることでしょう。以上、先週の重賞ウィナーでした。水曜サンデーも一見てまいりましたが、先頭3番ホワイトサイクロン石田、さあ押し切ったホワイトサイクロン1着ゴール。剣豪さんが追ってきた。さあ先頭は水崎タービンか。水崎タービン、そして剣豪さんが外から2番手に上がってくる。水崎タービンゴール。ここまではゴールデンキャスト、オーストからマリオスポット、オーストからマリオスポット、しかし先頭はまたアンビションでゴール。さあ残り100を切って、外から10番ベストタイザー、その内から8番のマスアンビション、さらに1番のマリオフェニックス、先頭10番ベストタイザーゴール。1番の K.I. カルニア、外から伸びてくるのが8番のラガーリーダー、ラガーリーダー、両方ラガーリーダー突っ込んでくる。先頭3番イーテキ天心ゴール。まず4番手1点だ。先頭は2番のマリオフェニックス、2番手のソイス1点、6番キングスゴン、9番同点マイスト、2番マリオフェニックスゴール。から伸びてくる4番のフィオレハーバー、これが3番手が2番手を伺う。先頭は10番のエイシンクールディ、2番手外4番フィオレハーバー、先頭10番エイシンクールディゴール。アナライズポイント、前の争い激戦ですが、ボレアスがわずかに先頭か、外からシビルオ、さらにはボランタス、シビルオ、ボランタス並んでゴール。手が上がったのはボランタス、山崎誠二騎手。今回は21日水曜日に浦和競馬場で行われる G2 浦和記念です。枠順を確認しておきましょう。 JRA から4頭、他地区から2頭が参戦します。南関東は今年の東京ダービー馬プリティオラスや埼玉新聞栄冠賞を制した当選アレスなどが出走します。それではまず上位人気馬の資格から見ていきましょう。アテンションポイント、 JRA 所属の2頭が上がっていますが、資格はあるのでしょうか。まずはランフォルセです。 GDR2 勝、 G1 の川崎記念ではスマートファルコンの2着となっている実力馬。鞍上には世界的名手ライアン・ムーア騎手を迎えての一戦となります。しかしここ3走は4着、8着、5着レースぶりからは衰えたというよりは実力を発揮できていないという印象を受けます。
リズムを取り戻せないと今回も馬群に沈んでしまう危険があります。続いては A シンモアオーバーです。 GDR は未勝利ですが8回走って3着以内が5回、軽快な逃げ足が自慢で、鞍上は地方競馬が誇る日本の名手戸崎圭太騎手です。ところがこのレースには過去に2度出走して5着と4着、直線の短い小回りコースながら馬券圏内に入っていません。ここ2走4着3着と着順を上げているだけに気になる材料です。では続きましてダークホースの武器を見ていきましょう。ストロングポイント、こちらも2頭の名前が挙がりました。まずは JRA のピーラニハイウェイです。この馬は全7勝中5勝を11月から3月の間に挙げており、寒い時期を得意としている印象があります。前走は A シンモアオーバーから3馬身離れた4着でしたが、調子が上がっていれば逆転は十分です。次は浦和の当選アレスです。昨年は川崎のボランタスが前哨戦とこのレースを連勝、今年の前哨戦を制したこの馬にも大きな期待がかかります。3歳の時にはジャパンダートダービーでも2番人気に支持された馬、両欠馬が勢いに乗って GDR 初制覇を狙います。以上、上位人気馬の注意すべき点アテンションポイントとダークホースの長所ストロングポイントを見てきました。この浦和記念は2009年にブルーラット、昨年はボランタスが優勝と地方勢の活躍が目立つレースです。今年の地方勢の筆頭は何といっても地元浦和の当選アレス。前走の埼玉新聞栄冠賞を勝った後、鞍上の張田騎手は今までまたがってきた多くの名馬たちと遜色ない力を持っているとおっしゃっており、期待の高さが伺えました。また当初 JBC へ向かうプランもあったようなんですが、ここに切り替えたということは勝ちに来たということでしょう。そしてもう一頭注目しているのが今年のダービー馬プレティオラスです。この浦和記念の過去10年を見てみると3歳馬の優勝がなんと4回もあるんです。直線の短い浦和コースはプレティオラスにとってどうなのかなという印象もありますが、若い力に期待したいと思います。地方勢の連覇に期待しましょう。浦和競馬場で行われる G2 浦和記念は21日水曜日15時25分発走予定です。以上 GDR アナライズポイントでした。北は北海道紋別、南は九州佐賀まで、全国各地の地方競馬場で行われるダートグレード競争を生中継。これからの放送予定はこちら。グリーンチャンネル地方競馬中継、どうぞお楽しみに。あなたにとって競馬とは？17から始めてますけど、人生の一部でしょうね。競馬とはロマンです。誇りですかね。あなたにとって競馬とは全てです。生きがいです。もう自分の人生になっています。僕の人生そのものです。そんな競馬も日本で生まれて150年。ジャッキーズボイス、今回は金沢の平瀬邦久騎手です。平瀬騎手、1996年10月6日にデビューをいたしました。現在地方通算1008勝を挙げており、今年の8月7日に1000勝を挙げたばかりですね。さあ、それではご覧いただきましょう。ジョッキーズボイス。テレビで、大森キャップと武豊の優勝を見てなりたいなと強く思いました。エアグループテーマが好きで、
でそれの勝負服をまあモチーフにしたっていうかそのまんまもらったっていう感じですね。モチーフともそのまんまもらいました。渡辺さんですね。まあその間の特徴をはっきり把握することと、まあ初騎乗馬でも、まあ、乗って見てっていう感じですかね、僕の場合は。はい。はないです。昔はあのどういう客室でも乗ってやるっていう意気込みあったんですけど、まあ、最近は先行という形が一番好きです。いや特には気にはなりません。多少はありますけどそこまで気にしないと思います。はい。ジャングルスマイルというまで100万号車を買ったレースなんですけど、まあ30年ぶりにレコードに入れ替えての、でしかも3連覇っていう、まあそれが一番嬉しかったですね。いやーライバルはやっぱ自分自身ですね。はい。まあ一番重要だなと思うことは、まあその馬の特徴を素早く、まあ、察知できるところですかね。まあ、あとはレースの流れで、まあペース配分だとか、まあその馬のその日の馬場の状態とかも含めて、うん、把握してるジョッキーがまあいいんじゃないかなと。本当にその馬と呼吸が合うっていう感じですかね。馬もその日によってその時によってまた感情があるんで、そこを理解できるかどうかだと思いますね。一番気をつけてることはその馬の動きに合わせるっていうことですね。特にしてないです、はい、飲んでますです。一言で言うとバカですね単純だと思います。でかいレースで勝った時が一番すごい良かったなと実感できますね。はい。みんなの夢を背負ってるってことですかね。一生ものです。夢です。これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします。名前が出ておりましたね。ジャングルスマイルとは今年の3月からコンビを組んでおり、現在はこのコンビでは重賞2勝を挙げています。オグリキャップ記念では平瀬騎手にとって他場での重賞初制覇となりました。また100万石賞はライバル名村大吉を制して圧巻のレコード勝ち、記憶にも新しいですね。このジャングルスマイルと平瀬騎手は先週の重賞に出走したばかり。名古屋競馬で行われた東海菊花賞ではマルヨフェニックスの2着でした。
ジャングルスマイルは現在8歳ですが、これからも平瀬騎手とのコンビで全国での活躍に注目したいですね。以上、ジョッキーズボイスでした。マリオスサンデーも追い詰めてまいりましたが、先頭3番ホワイトサイクロン石田、さあ押し切ったホワイトサイクロン1着ゴール。剣豪さんが追ってきた。さあ先頭は水明タービンか。水明タービン、そして剣豪さんが外から2番手に上がってくる。水明タービンゴール。ここまではゴールデンキャスト、オーストからマリオスポット、オーストからマリオスポット。しかし先頭はまたアンビションでゴール。さあ残り100を切って、相当から10番ベストタイザー、その内から8番のマサアンビション、さらに1番のマリオフェニックス、先頭10番ベストタイザーゴール。1番の KI カルニア、相当から伸びてくるのが8番のラガーリーダー、ラガーリーダー、両方ラガーリーダー突っ込んでくる。先頭3番イーゼギテンシンゴール。1番と4番と1点だ。先頭は2番のマリオフェニックス、2番からといて1点、6番キングスゴーン、9番同線マイスロ、2番マリオフェニックスゴール。から伸びてくる4番のギオレハーバー、これが3番手から2番手を伺う。先頭は10番のエイシンクールディ、2番手外4番ギオレハーバー、先頭10番エイシンクールディゴール。地方競馬トピックス。地方競馬トピックスのコーナーです。まずはこちらのニュースからご紹介します。万栄トカチは札幌で初となる直営場外、琴仁駅前場外発売所を開設します。オープンは11月29日で、万栄競馬の開催日だけではなく非開催日にも馬券を購入することができます。12月13日に園田競馬場で開催されるゴールデンジョッキーカップの出場騎手が決定しました。 JRA 3名、地方他地区からの6名に地元の3名を加えた12名が3レースで覇を競います。徐々に伸びてまいります。砂の旋風との12日月曜日、万栄の西翔太騎手が帯広競馬第8レースを朝日流星で勝ち、地方通算100勝。デビューから1年10ヶ月、1012戦目での記録達成でした。そして4番のアローファイター、4番チェリーサンサン、2番手伺っているが、同じく12日、大井の佐野健二調教師が大井競馬第4レースを八幡丸で勝ち、地方通算100勝。管理馬の初出走からおよそ6年半、1006戦目での記録達成でした。この馬自身は2戦目嬉しい初勝利。9番オードリーチ、2番手ですが接近してくる。13日火曜日、金沢の舘ひろひさ騎手が金沢競馬第7レースをブルーセブンで勝ち、地方通算100勝。デビューからおよそ8年、1948戦目での記録達成でした。勝ちました安城の舘ひろひさ騎手はこれが通算100勝目。で200を通過、先頭は7番の柏島。同じく13日、兵庫の長男和弘調教師が園田競馬第4レースをウォーターアリエルで勝ち、地方通算100勝。管理馬の初出走からおよそ2年半、751戦目での記録達成でした。勝ったのは8番ウォーターアリエルでした。変わりまして、今週各地の競馬場で行われるファンサービスイベントの情報です。浦和競馬場では浦和記念が行われる21日水曜日に愛華美玲さんが来場、トークショーが開催されるほか、ご覧のファンサービスが実施されます。笠松競馬場では22日木曜日に元 SDN48 の津田まりなさんによるトークショーと公開予想会が開催されるほか、ご覧のファンサービスが実施されます。園田競馬場では23日金曜日にアイドルユニット維新伝心とゆるいキャラグランプリ2012で話題沸騰のちっちゃいおっさんが来場、ご覧のイベントが実施されます。佐賀競馬場では23日金曜日にお笑いタレント田野慎吾さんによるステージイベントが行われるほか、さまざまなファンサービスが実施されます。福山競馬場では24日土曜日に期間限定騎乗を行う下村るい騎手の紹介式が行われます。
水沢競馬場では25日日曜日に村上忍ジョッキープレゼンツ豚汁お振る舞いが行われるほか、ご覧のファンサービスが実施されます。高知競馬場では24日と25日に大好評のミニ動物園を開園。また先着250名様へ畜産加工品がプレゼントされます。金沢競馬場では25日日曜日に先着1500名様へスピードくじを配布。抽選で100名様へ金沢競馬オリジナルクオカードがプレゼントされます。では次に各地の重賞競争ラインナップをご覧いただきましょう。22日木曜日、笠松競馬場では地方全国交流の笠松グランプリ。23日金曜日、園田競馬場では兵庫県デビュー馬による一戦、クスノキ賞。佐賀競馬場では地方全国交流の九州大賞典。24日土曜日、水沢競馬場では栗駒賞。25日日曜日、水沢競馬場では地方全国交流のダービーグランプリ。金沢競馬場では金沢プリンセスカップが行われます。続いて今週の GDR ダートグレード競争です。21日水曜日、浦和競馬場では G2 浦和記念が行われます。各地の熱戦にどうぞご期待ください。以上、地方競馬トピックスでした。11月24日と25日、 JRA の東京競馬場でワールドスーパージョッキーズシリーズが行われます。ご存知の通り、地方競馬の代表は佐賀の山口勲騎手ですね。本戦には初出場となります。これまで九州からは一昨年杉村和樹騎手が出場、2001年には鮫島克也騎手が総合優勝を果たしていますね。また昨年は吉原博人騎手が4戦中2勝を挙げて惜しくも総合2位だったんですが、金沢の吉原というところをアピールしてくれました。さあ、今年山口騎手はどんな結果を残してくれるのでしょうか。トライアルの激戦を制したその勝負強さで優勝を狙ってほしいですね。皆さん応援しましょう。それでは次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に、レッツクリック。